まず食べて。崖口すごろくは、まあ、基本的にずっと屋上にいるので、まあ、本当にワンシチュエーションみたいなテンションでずっと、だからもう舞台みたいな感じですね。なんか喋りもすごい、僕は結構な説明台詞みたいな長台詞がバーって結構あって、そこは結構本当に毎回苦労してるんですけど、やっぱそういう時ってずっと長回しで撮ってっていうのを何回も繰り返してっていうやり方をやってるので、その場の流れとかみんなのこの配置の動きとかそういうのをすごい意識しながらの撮影なので、いや本当に舞台やってるような感覚で、すごい楽しいですやってて。志保はもう最初からなんだろう、落とし入れられてしまうのでみんなに、なので結構終始誰かを疑うっていう感じの撮影だったんですけれど、裏の感情だったりっていうものを計算してセリフを覚えるためだけに台本を読んでるわけじゃなくて、どういう裏の感情が渦巻いてんのかとかって、みんなに見せてる顔は違うかもしれないけど思ってることは違ったりとか、表と裏の部分がすごく重要になってくるんで、だから現場でもすごくいろいろ監督ともコミュニケーション取って、その表と裏の感情だったりそこは意識して、まあ、展示は特にやってますね。僕がその5人組で周りの4人に見放されてしまうというところがあるんですけど、もうそれこそ自分はどうしていいか分からなくてですね、で実際の生活ではああいうことがあまりなかったので、もう本当に何かを作ろうとかじゃなくて、自分がもうそのまま感情移入して、ああみんなに無視されるし誰も俺の方見てくれへんやんと、こういう時どうするやろうなっていうので、神様頼みに思いっきり空へ向かって叫んだなっていうのは、あれは本当の自分の素だったんではないかなと思います。まあ、ゆとりちゃんは今までドラマとかもおとなしい役だったんですけど、急に劇場版1で大きな暴露をされちゃって、まあ、すごい泣き叫んだりとか今までの気持ちを爆発させたりとかするようなシーンもあったので、うまくゆとりちゃんに なりきれてできたかなってすごい不安なんですけど、でも自分的にはできたと思ってるので、ぜひそこにも注目していただけたら嬉しいです。はい、カット、オッケー、いいよ。私が正解。私が正解。いるか、はい、カット、はい、カットです。